科学の国立博物館である。ドイツ国内のみならず、世界でもこの方面の博物館として頂点に立つものとされる。ミュンヘン級市街の東側、イーザル門を出て、すぐのイーザル川の中洲に立つ。川の西対岸には、欧州特許庁やドイツ特許商標庁がある。オスカー・フォン・ミラーが1903年に、提唱、1925年から一般に開館した。 農業、工業、航空工学から、鉄道、機械、宇宙、エレクトロニクスに至るまで、ドイツの科学技術を若い世代に引き継ぎ、学ばせるための博物館で、敷地面積5万平方メートル。展示品目は、約1万7000点以上。iMAX ホールを備える。展示は、体験型博物館展示の典型的なもので、子供たちがその全てを十分に体験しようとすれば、 少なくとも数日を要すると言われる。館内には文書館があり、ドイツの近世から現代における自然学及び工学研究の文献を備える。博物館と併設して、ミュンヘン工科大学の講義室、研究室、図書館も存在する。また、文館として、旧市街の西側にあるテレジエン平駅に交通館、ミュンヘン北西近郊の町、オーバーシュライスハイムに、 シュライスハイム航空館、ボンニ、ボンドイツ博物館を有する。1910年9月12日、当時は、新宿祭音楽堂と呼ばれていた、現在の交通館、第一展示場にて、グスタフ・マーラーは、公共局第8番、1000人の公共局の世界初演を、自らの指揮で行っている。現在の所在地であるミュウン編ンに移動した際、当初は、 ドイツ博物館で審査等の業務を行っていた、北斐48度7分48秒統計11度34分57秒、北斐48.13000度統計11.58250度、48.1300011.58250。ありがとうございます。